シェリルカラ・サンドバーグはアメリカの IT 業界の経営者、活動家、作家である。2008年に Facebook の最高執行責任者に就任。2012年6月、サンドバーグは Facebook 理事会のメンバーによって役員の取締役に選ばれ、Facebook 初の女性役員となった。Facebook に COO として入社する以前は Google のグローバル。 オンラインセールスオペレーションズの副社長であり、Google の事前事業である Google.org の立ち上げにも関わった。Google 入社以前はアメリカ合衆国財務長官の下で職員のチーフを務めた。2012年、サンドバーグはタイムが選ぶ世界で最も有力な100人のリストであるタイム100に名を連ねた。2014年1月時点、Facebook や 他の企業の保有株により10億米ドル以上の資産を持つと報じられている。サンドバーグは1969年、ワシントン DC のユダヤ人家庭にアデル・サンドバーグとジョエル・サンドバーグの3人の子供たちの長女として生まれた。父は眼科医で母は大学のフランス語教師であった。アデルは大二言語としての英語を教えており、10代の若者に 聴覚損失を避ける方法を教える、非営利組織である、イヤーピース、セーブ・ユア・ヒアリングを設立した。シェリルを見ごもった時に彼女は、博士家庭を中退し、育児に専念した。シェリルの母方の祖母、ロザリンド・エーン・ホー,オーンは、ニューヨーク市のゴミゴミとしたアパートで、貧しい家族のもとに育った。そして大不況の中で学校から引っ張り出されながらも、高校の家庭を終え、 コミュニティカレッジに進学し、カリフォルニア大学バークレー校を卒業した。そしてその後、経済的損害から彼女の家族の事業を救った。シェリルの弟も、また、ハーバード大学を卒業し、現在は、小児科の神経外科医として、マイアミ小児病院で働いている。彼女の妹のミシェルも、またハーバードの卒業生で、現在は、 カリフォルニアのサンタクララを拠点とする小2会である。リフューズニックの時代、サンドバーグの家族は、ソビエト社会主義共和国連邦ユダヤ人のイスラエルへのアリーヤーへの支援を積極的に行っており、週末に運動集会に参加していた。彼女の両親はキシニオフに留置されて尋問され、後にソビエト社会主義共和国連邦から追放された。シェリルの家族は、 彼女が2歳の時にフロリダのノースマイアミビーチに引っ越した。彼女はノースマイアミビーチ高校に通い常にクラスのトップであった。高校の1年生の時 GPA4.646 ポイントで卒業した。彼女は高校2年生の級長であり全米優等生協会のメンバー最高学年の執行委員会の一員となった。サンドバーグは 高校在学時、1980年代にエアロビクスを教えていた。1987年、サンドバーグはハーバード大学に入学した。1991年に経済学部の主席で卒業し、経済学部をトップで卒業した生徒に贈られる、ジョン・ H ・ウィリアムズ賞を授与された。彼女はハーバード大学在学時、ウーマイン・エコノミクス・アンド・ガバメントという組織を、 共同設立した。彼女は、生涯の死、そして、学位論文のアドバイザーとなった、当時の教授のローレンス・サマーズに出会った。サマーズは彼女を世界銀行で、彼の研究上司として採用した。世界銀行で、彼女はほぼ一年間、ハンセン病やエイズ、盲目の人々のために、インドの公共衛生に関わる仕事をした。1993年、彼女は、 ハーバードビジネススクールに入学し、1995年に最高成績で経営学修士を取得した。ビジネススクールに入学した年、奨学金給付研究員の地位を獲得した。1995年の春、ビジネススクールを卒業したサンドバーグは、ほぼ1年間マッキンゼーカンパニーで経営コンサルタントとして働いた。 1996年から2001年、サンドバーグはビル・クリントン大統領時代のアメリカ合衆国財務長官チーフのラリー・サマーズの元職員として再び働き、アジア通貨危機の際に発展途上国の負債を免除する国務長官の仕事をサポートした。2001年に彼女はグーグルに移籍し、2001年11月から2008年3月まで、 グローバルオンラインセールスオペレーションズの副社長を務めた。彼女は Google の顧客向け製品販売と Google Book 検索の責任者であっただけでなく Google の広告と出版製品のオンラインセールスの責任者でもあった。2007年後半、Facebook の創業者で最高経営責任者であるマーク・ザッカーバーグはダンローゼンバーグ主催のクリスマスパーティーでサンドバーグに出会った。 当時、サンドバーグはワシントンポストカンパニーの上級経営幹部となることを考えていた。ザッカーバーグは COO を公式に探していたわけではなかったが、彼はサンドバーグがその役割に完璧に適していると考えた。彼らは2008年1月のスイスダボスでの世界経済フォーラムでより多くの時間を過ごした。2008年3月に Facebook は シェリル・サンドバーグを Google より引き抜き、COO として雇うと公表した。Facebook に参加した後、すぐにサンドバーグは Facebook で利益を出す方法を見つけ出そうとした。彼女が参加する前は、Facebook は本当に素晴らしいサイトを作り上げることを第一目標としており、利順はついてくるだろうと考えていた。春の終わりまでに、Facebook の経営陣は、 広告に頼ることに同意し、広告を慎重に掲載し始めた。そして2010年までに Facebook は利益の出るものとなった。Facebook によると彼女はセールスやマーケティング、事業発展、人事やパブリックポリシー、コミュニケーションなどを含む会社の事業運営を見越していたとされる。2011年度のサンドバーグの役員手当は、 30万ドルの基本給与プラス3049万1613ドル相当の Facebook の保有株であった。フォーム3によると彼女は3812万2000株の自社株買取選択権と制限付き株式を保有しており、それらは彼女が付与期限まで Facebook に勤務し続けるという条件を満たせば2022年3月に完全に サンドバーグに付与される予定である。2012年、彼女はフェイスブックの取締役委員会の8番目の、そして最初の女性メンバーとなった。2012年10月、ビジネスインサイダーは、サンドバーグが保有する約3400万株の総額が7億9000万 US ドルに迫ったと報じた。フェイスブックはそのうち1500万株を租税に関する理由で、 彼女に与えず、代わりに約4億1700万ドルを与えた。2013年8月12日、メディアは、彼女が Facebook で、彼女が保有する株式の5%、約9100万 US ドルに相当する240万株のシェアを売却したと報じた。2014年4月、Facebook 株が公開されたため、サンドバーグは、 シェアの半分の株を売ったと報じられた。当時、Facebook の IPO では彼女は、およそ4100万株のシェアを持っており、何度かの売却の後、会社全体の出資比率の0.5%、10億ドル相当の1720万株のシェアが残った。2009年、サンドバーグは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの役員に名を連ねた。また、国際開発センターと、V、 で、ウーマン・フォー・ウーマン・インターナショナルの役員ともなった。彼女は以前スターバックスやブルッキングス研究所、アド・カウンシルの役員として28万ドルを給与としてもらっていた。2008年、サンドバーグは彼女の死であり、女性に対するコメントで非難を受けていたラリー・サマーズを擁護する記事をハフィントン・ポストに掲載した。また、彼女は2010年、 ユダヤ人共同体連盟のビジネスリーダーシップ会議で基調演説者を務めた。2010年12月、彼女はなぜ女性のリーダーはあまりにも少ないのか、と題したスピーチをペットで言った。2011年3月、彼女はバーナード大学の卒業式で演説を行った。2012年3月、彼女はハーバードビジネススクールの卒業祝賀会で、 基調演説者を務めた。2013年4月、彼女はコルゲート大学の2度目のアントレプレナーウィークエンドで基調演説者を務めた。2015年、彼女はワンキャンペーンが署名を集めていた公開書館に署名した。その手紙はアンゲラ・メルケルとヌコサザナドラミニズマ宛てで、彼女たちが G7 におけるドイツ・アフリカ連合における 南アフリカ共和国のトップとして注目を集めているのと同じぐらい女性たちにもスポットライトを当ててほしいと要求するものであった。それが叶えば今の世代のための新たな開発のゴールを設定する2015年9月の主要な国際連合の会議の前に開発基金に重点を置く第一歩となるとみられる。サンドバーグの初めての著作リーン,イーン・イン女性 仕事、リーダーへの意欲が、ネルス・コベル教著のもと、クノフ社により2013年3月11日に、出版された。本の内容はビジネスにおけるリーダーシップと、その発展、また政府やビジネスにおける、リーダーの地位に女性が不足していること、フェミニズムなどについてである。2013年の秋の時点で100万部以上売れており、出版以来ベストセラーリストの1位となっている。 リーンインは、働く女性たちにとっては、キャリアのゴールを目指す助けとなる本であり、そしてより社会を平等なものとすることに貢献したいと望む男性たちのための本である。この本は女性たちが、職場において、リーダーシップを取る妨げとなっているもの、すなわち偏見に基づく待遇や露骨なものから一見、わかりにくいものまで様々な性差別。 そしてセクシャルハラスメントに着目している。彼女はまた、女性は未だに男性の2倍働いており、家の外での仕事と比べて、家の中での仕事は価値を低く見積もられるなどといった社会的な障壁についても検証している。後者とともに体制的な差別や社会的な制約割の内面化の過程で、女性たちが自分自身で作ってしまっている妨げもある。 サンドバーグは変化を起こすためには女性たちが努力しリーダーシップを獲得することでこれらの社会的個人的障壁を打ち砕く必要があると語っている。究極のゴールは女性たちがリーダー的地位に勇気を持って身を乗り出すことを推奨することである。なぜなら力のある地位にいるたくさんの女性の声を集めることで全て人にとってより平等な機会が与えられるためだと。 サンドバーグは厳明している。本当に平等な世界とは、女性たちが私たちの国家や企業の半分を運営し、男性たちが私たちの家庭の半分を運営するという世界であろう。2017年3月、2冊目となる著書、オプション B、フェイシングアドバーシティ、ビルディングレジリエンス、アンドファインディングジョイを4月25日に発売すると発表。同書は、 オリジナルなどの著書で知られるアダム・グラントとの共作で、サンドバーグは以前、オリジナルの解説を引き受けている。2014年3月、サンドバーグとリーン・イーンは、主にリーダーシップを取ろうとする女性を揶揄する言葉として一般に使われており、若い女性たちに有害な影響を与えていると考えられている、ボッシーという言葉を使わないようにしようという、テレビや、 ソーシャルメディアの検閲を提唱する運動である、ボッシー禁止運動を支援した。ビヨンセや、ジェニファー・ガーナー、コンドリーザ・ライスなどの著名なスポークスパーソンが出演するいくつかのプロモーションビデオが作られた。また、学校教材やリーダーシップについての助言、また、ボッシーという単語を使わないと誓える訪問者のためのオンラインの制約書などを提供するウェブサイトもそれと同時に作られた。 ある批判者は、サンドバーグがエリート主義すぎると評し、またある人は、彼女が平均的な働く女性たちが直面する苦しみに、対して無理解であると評した。サンドバーグは、これら両方の話題について、彼女の本の冒頭で触れている。それによると、彼女は、大半の、多数派の女性たちは、家計の長尻を合わせ、家族の面倒を見ることに追われているということには、 はっきりと気づいている。そして彼女の意図は Google や Facebook などで働くよりもずっと前から聞いてきた有用なアドバイスをすることだという。サンドバーグは24歳で結婚したが1年後に離婚した。その後彼女は現在のサーベイモンキーの CEO であるデーブ・ゴールドバーグと2004年に結婚した。夫婦には息子と娘がいる。 サンドバーグとゴールドバーグはしばしば共に稼ぎ、共に子育てをする結婚について議論した。2015年5月1日、メキシコにて夫婦で休暇を過ごしていたさなか、ゴールドバーグは亡くなった。サンドバーグは現在カリフォルニア州メンローパークに住んでいる。リーン・イン、女性、仕事、リーダーへの意欲シェディル・サンドバーグ著。日本語翻訳、村井明子、日本経済新聞出版社。 2013年304ページ。ISBN 978から45億3231万8970。ありがとうございます。